ち上げるか。今の中央だ。国士舘大学の柔道部出身です倉島。これは技は自信を持っています。さあどっちが投げる。持ち上げるか持ち上げるか。どうだ。どっちが行く。力ありますね。投げ切りましたね。田島が投げ切った。そしてカバーの体勢だ。抑え込む。返した。お互いに力が入ります。そして三州か。もう三州選手は総合格闘技も経験あるし、世界のマラソンね、走りまくってる男ですから、スタミナすごいですよね。30回以上完走してるそうです。マラソン、すごいね。いや、銀座の鉄人と言われてる男。ここで正田入ってきた。さらには入れ乱れてきました。グレン隊の竹村。